どうも皆さん、おはこんばんにちは。よしひろトークへようこそ。僕は水泳の指導者という仕事をしながら、競泳選手、ピンスイミング選手、ユーチューバー時々、ポートレートカメラマンとして活動しているものです。今日はシンプルにおしゃべり会になります。週1講師をね、目指しているんですが、まあ、なかなかイベント事などがないと収録できなかったり、レッスン中にね、いい ことをあ、これ、ヨシヒロトークで共有しようって思うような、いい発言をね、自分がしたとしても、まあ、自分自身で <laughs>、自分でいい発言、いいこと言ったなって思ってるっていうのは、なんかちょっとね、頭おかしいなって思うんですけど、でもこれはみんなに共有しようって思ったこととかも、まあ、レッスン中は覚えてるんですけど、レッスン終わると忘れちゃってることが結構多いんですよね。だからこう、メモも間に合わずに、 収録できないみたいなことが結構多いんですけど、今日はですね、この間初めて僕、イベントレッスンやってきたんですよ、地方で。はい。栃木県は宇都宮まで行ってきまして、日韓アリーナまで行ってきたんですけど、日韓アリーナといえば、社会人選手権でね、一回行ったことがあるプールで、で、そこでですね、確かチームメートがね、4人に増えて初めての 社会人選手権だったんで、まあ、遠征としてはね、人数が増えてきて、すごい楽しかった。楽しいなって思った遠征の始まりでもあったかなというふうに思っております。で、まあ今回はね、その、初めてイベントレッスンやってみて、まあ、感じたことっていうのをですね、まあ、この場で共有していこうかなと思っております。で、まずですね、まあ、やってみてよかったなって思いました。はい。 最初はねやっぱそういうなんか地方でイベントレッスンやるとかっていうとまあ、やっぱり集客ちゃんとできるかとか、まあ、採算がちゃんと取れるのかとかまあそういったところに対してやっぱ多少なり不安はあってですねまあ、事前のその告知を一生懸命やっていくことであったりその来てくれること に対して、まあ、こうメリットをね、ちゃんと提供できる自分であり続けることとか、まあ、そういったところでですね、まあ、自分自身にプレッシャーみたいなものは、まあ、多少なり感じているんですけれども、まあ、今回ご依頼してくださった方と、なんかトン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 話が進んでいって、まあ、それでまあ実際にやってみようっていうことになってですね。で、今回がうまくいけば、 ま、定期的にやれるといいよね、と言ったところで、まあ、やらせてもらったんですけど、やっぱり、そうですね、まあ、東京に住んでいても、その飛び込みの練習ができる環境ってやっぱりかなり限られていて、で、まあ、羽根付きのスタート台をちゃんと用意してあるところっていうのも、ま、少ないですし、 まあ、アクアティクスセンターとか、昔で言うと辰巳とか、まあそういったところで飛び込みをやるにもそこまで移動してこないといけないと。まあたまたま僕は家がね、割と近いところにあるので、まあしょっちゅう行って、しょっちゅう飛んでっていうのが、まあできていますが、まあ例えば、その全く反対側の方面に、東京でも反対側の方面に住んでる方とかは、まあなかなか飛び込みのね、練習する機会がないとかっていうね、そういう状況にあると思います。なので、 その都内でさえそういう状況なんですが、まあ地方行ってみて、もっとそういう環境っていうのが少ないんだろうなっていうふうに思いました。うん、だから、なんだろう、まあその機会を提供するという意味でも、まあやってみてよかったなっていうふうに思ったっていうのと、あと、なんだろう、今回に関しては、こう、僕に習いたいって思ってくださってる方々が、 まあ集合しててくださってるわけなんでで当たり前ですけどなので、まあ、すごくね、温かく迎えてくださって、こう僕自身もとてもこう楽しく、かつやりやすく、はい、自分の持ってるものっていうのをこうしっかりこう出し切りながらね、指導というパフォーマンスをしっかりとあのすることができたかなっていうふうに思います。なので、まあ、結果として来てくださった方々、みんな、 成果をしっかり上げて終えることができたので、まあ、初回としては大成功だったかなっていう風に思います。はいで、まあその他に思ったことはまあ、利用料ですね。プールの <laughs> プールの利用料まあ、基本的には東京が最も、まあ、物価が高くて、まあ、地方を行くとまあ、少し物価が安いとかっていうのがまあ、一般的な。 デフォルトって言ったらいいんですかねかなーって思っていたんですけど、プール事情に関しては、まあ、正直地方の方がちょっと高いっていうことを、まあ、今回やってみて初めて目の当たりにしたと言いますか。あの、アクアティクスセンターのメインプールを借りるときっていうのは、その一枠2時間制なんですけど、まあ、厳密には1時間50分なんですけれども、 それがね、確か5000円なんですよね。1時間50分で5000円なんですよ。利用料が。で、それでも、このアクアティクスセンター使えますっていうふうになった時には、みんなに高い高いって言われてて。っていうのも、その前の辰巳国際水泳場の時は、その1時間50分枠で、えっ、ー、と、3600円とかだったかなだったんですよ。 そう。で、それが5000円になって、高くなってる高くなってるとかって言って、みんなでブーブー言ってたんですけど、まあ、今回、その、日刊アリーナさんの方でコースを借りさせてもらった時に、その、1時間4000円だったんですよ。<laughs> で、2時間レッスンやったんで、2時間でコース利用料だけで8000円かかったんですよね。で、さらに、その、コース代を借りるのにも、まあ、お金がかかると。 で、1時間1000円と。なんで、2時間だから、えー、2000円か、お金がかかると言った形だったんですよね。そう。で、まあ、これまた東京だとコース借りたら飛び込み台もくっついてるのが当たり前で、そのコース、そうですね、スタート台を使うのに、こう、余分にさらに追加料金を払うっていうのがなかったんで、まあ、それを教えてもらった時も結構びっくりして、ただ、バックストロークレッチもちゃんと ついてたっていう意味では、まあそれはそれで良かったかなっていうふうに思うんですけど、だからその、まあ東京都内でね、そのアクアティクスセンターのコース借りるのに5000円って言って高いって言ってるのに、まあ結果ね、地方でレッスンやってみて、2時間で8000円か。で、飛び込み台込みで1万円うん、お金がそこでかかっているということで、 まあ、利用人数のね、このお多い少ないとかっていうのもあるかと思うんですけど、おなかなか、あ、そういう感じなんだっていうね。まあ、これは、まあ、それに対して不満があるとか文句があるとか、そういうことではなくて、ただただシンプルに、あ、そういう感じなんだっていうふうに受け止めたっていうね。そういうことがありました。はい。<laughs> まあ、ただ、まあ、所感としてはやっぱりすごい楽しかった。 ので、地方に行くっていうのも楽しかったし、そこでのその、新しい人との出会いとかね、そういうのもね、すごい楽しかったし、なんか帰り際にはあの、餃子までね、ごちそうになりまして、それもすごく美味しくて <laughs>、楽しかったので、地方に行って、まあ、レッスンするっていうことを、まあ、今後はまあ積極的にやっていけたらいいかなっていうふうに、 思い直しました。はい。なので、そういったことごと丸々含めて、まあ、いい経験になったなっていうのが、今回のイベントレッスンの、まあ、僕の感想ですね。うんで。やっぱり僕の得意なことっていうと、まあ、これをできるようになりたいっていう物事に。 対して、こう、筋道をちゃんと立てていきながら、もう着実に、こう、できるようになってもらうための、ステップを踏んでもらうっていうことが、まあ、僕自身の、その指導者としての得意なことになりますので、まあ、それを、まあ、これからもね、この求めてくださる方のもとで、こう、存分に発揮していくっていうところをですね、まあ、今後の自分の指導者人生において、まあ、大切にしていきたいなっていうふうに思いました。 はい。で、まあ、やっぱり、自分がね、こう、地方に、こう、出ていくときに、その、地方の、その、プールの、ルールの勝手みたいなのが、わからない部分が正直あるので、なんかこう、うちに来てみたいな方、もしいらっしゃいましたら、その、プールの手配のお手伝いとか、していただけると、すごい助かります。はい。まあ、今回、あの、えっ、ー、と、手伝ってくれたね、方も、 こうご自身の周りで、こう、お誘い合わせの上、し、四五人お客さん連れてきてくれたんで <laughs>。<laughs> <laughs> なんかそういうのとかもね。あの、やっぱり集客をなんかミスってしまうと、ね、イベントそのものがそもそも失敗してしまうっていうことがあるので、その集客にものすごく協力してくださるお客様で、だから本当に 助かったし、嬉しかったし、ありがたかったなっていう風に思ってます。なので、あの、いや、私もそういうのを手伝いますよっていう方、もしいらっしゃいましたら、あの、教えてくだされば、はい、積極的にそこの地方に向かって行こうと思っております。はい。なんかもうすでにちょっと他のところからも連絡もらっていて、まるまる全部終わった後の、まあ、年末、12月くらいにもしかしたら、 また新しくどっか行けるかもしれないので、はい。まあそれまでね、自分自身もその勉強を怠らず、はい。勉強を怠らない、あの、指導の向上、品質向上の努力をしていきながら、競技力の向上の、まあ、努力もしていくというね、こう、やらなきゃいけないことがたくさんあって、まあそれが今はすごい楽しいかなっていう感じです。はい。 なので、何度も繰り返しになりますが、協力してくださる方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただければと思います。はい。今回のエピソードはここまでになります。最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。失礼、つかまつります。ごめん。